将来学校の先生ですね、そういった立場になって、子どもたちにですね直接こう授業をする、ね立場になった時にですね、ぜひですね皆さんが直接租税教育をね行ってほしいというふうに思っております。我々はね外部のような人間が行くのもいいんですけれども、普段からね子どもたちとこう接している皆さんね、学校の先生ですねがですねやっぱり、子どもたちと一緒に考える租税教育ね、それはやっぱりねすごく意味があることだと思っております。今日はですね、租税教室ということで、皆さんと一緒にね、税金について考える、ね、そういった授業をやりたいと思います。まず一つ目、税金は何で必要なのか、ね、まず一つ目はこれです。何で必要なのか。で、二つ目、公平に集める、ね、必要な税金である、ね、であれば集めるときに公平じゃないといけない、こういった租税教育法に子どもたちと一緒にですね教えなくていいです。一緒に考える、ね、子どもたちに考えさせる、ね、そういった授業をですねぜひやってもらいたいと思います。中学校の模擬授業ということで今回分かりやすく説明していただいたので、私もああいう風に説明できたらいいなと思いました。租税教室のポイントとかでまとめてらしたので、なんかそういうところも教員になる上で勉強になるなと思いました。税に対して、無関心にならないでほしいと、国民である以上やっぱり税金には関心を持って使われ方とかそういったところにも関心を持つ、興味を持つっていうことを心がけてほしいというふうに思っています。で、4つの案を、ね、この代表者3人の方に、ね考えてもらう。